服装舐められる服じゃダメだよ。こんにちは島田です。服装の話をさせていただきます。えー、っとですね私はもうここ何年だろうなここ多分ね五年ぐらいは、えー、服装これほとんどディオールなんですよ。 あのまあディオールじゃなきゃいけないのかっていうとそんなことはないんですけど嫁さんが <laughs> ディオールに勤めてるっていうのもあるんですけどあのまあ私自身がコンサルっていう仕事をやってるんでこの見た目がすごい重要になるわけですよね。それであの、まあ、昔はね、えー、それこそあの、まあ、知り合いの人に仕立ててもらったりもしてたんですけど。 あのそういうものとやっぱりブランド品っていうのは見る人が見ると「あディオールですね」みたいなことを言われてあのまあ営業もそうですけどコンサルなんてなめられたらおしまいじゃないですか。でね、前もこれ入れたと思うんですけど上から下までで「俺の方が買っとるわ!」みたいなねものが心の奥底に絶対あった方がいいじゃないですか。ということで。 ああのまあ、変な話ですけど普段一切着ないです。もう仕事の時にしかあのこういった洋服は着ないんですけどあえてねまあ、投資だと思って、えー、使ってますけどねあのー、年に何回かそのまあ嫁さんの方で、えー、ちょっと。 安く買える時にあの買ったりしてねまあサイズも私46っていうサイズなんですよで今一日1食にしてる理由はもうサイズ変えれないんですよ <laughs> 太るわけにいかないっていうもう三十ああ46のサイズから太っちゃうとあの結構ねディオールとかフェンディとか えー、買ってある背広が切れなくなっちゃうとやばいじゃないですか直せないっすよ <laughs> まあまあ言うほど別に安くはないんでということで、あのー、一日一食で我慢我慢でもないですけどねもう慣れちゃったんで、えー、体の維持っていうことをしてるんですけどこれね、えー、まあ特に コンサルの人もそうですしあと営業やられてる人もそうなんですけどこの見た目をすごい重視してほしいなって 思うんですねなめられちゃおしまいだしなめられる人はなめられるようなまず服装してるんですよ。<laughs> お客さんにとってあこいつ安っちいなみたいな、ね、大したことねなんて思われちゃってるんですよあの。人間って第一印象で大体判断するんでねぜひぜひあのまあまあブランド品買えとは言いませんよ。ただある程度余裕のある人は一着二着ねそういうものを持っといて。 まあ仕事の時とか、えー、場所を選んでね、えー、着るのはいいんじゃないのかなっていうふうに思いますし、まあ、私が尊敬するというかあのコンサルを教えてもらってる、えー、濱田昇さんっていうんですけどこの人もねすすんごいおしゃれなんですよあの、まあ、自分のクライアントさんにあの仕立ててもらってるみたいなんですけど毎回ね違うんですよ背広すげえな。 すごく高いのを買われてるみたいなんですけど <laughs> あのやっぱりねあのそういうところにきちっと投資してやっていくっていうのはすごく重要なんだなっていうことでぜ,ぜひね服装あのい,い,いいもの、うん、ちゃんとしたものをあの着るようにしてくださいという話です終わります。